お世話になっております、マサルです。今回はブロックチェーンについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずブロックチェーンとは何か概要をお話しします。その後ブロックチェーンの仕組みについてお話しします。それでは始めていきましょう。ブロックチェーンはデータベースの一種であり、暗号資産の取引情報を管理するために利用されることがあります。取引の内容はトランザクションとして管理され、いくつかのトランザクションが一つのブロックになり、ブロックチェーンの最後尾に追加されます。最後尾に追加するには認証が必要です。特定の計算を行い、条件を満たす値を算出できたら認証されることになります。具体的には、直前のブロックのハッシュ値と管理したいトランザクションのハッシュ値、そしてナンス。ナンスというのは検証に用いられる使い捨ての数値です。これらを合わせてハッシュ処理をした結果、特定のハッシュ値になると認証されて最後尾に追加することができるようになります。ブロックチェーンの各ブロックにはトランザクションのハッシュ値と1つ前のブロックのハッシュ値、2つのハッシュ値が存在します。2つのハッシュ値を含んで計算をすることで、その後のブロックの整合性を保証することができるようになっています。ブロックチェーンは分散型台帳技術で利用される技術の一つです。これまでの中央集権型のシステムは、中央のサーバーで情報を管理していました。もし管理しているサーバーが攻撃を受けた場合、全てのサービスが停止してしまうリスクがあります。一方、分散型台帳技術では、各参加者が台帳情報を個々のシステム内に管理しています。もし部分的に攻撃されたとしても、それ以外の参加者の台帳情報を使って継続することができるため、分散型の場合は高い可用性が期待できます。またブロックチェーンは改ざんに強いという特徴もあります。仮に一度認証されたブロックのトランザクションを改ざんしたとします。トランザクションが変わったということは、そのブロックから算出されるハッシュ値の情報も変わります。そのブロック以降の整合性を整えるために、それ以降のブロックのハッシュ値も書き換える必要があります。複数のブロックに対して整合性を確保しながら改ざんするというのは極めて困難です。また情報は複数のコンピューターで管理されています。これらすべてのコンピューターに対して改ざんを行うのは実質不可能だと言われています。なのでブロックチェーンは改ざんに強い特徴を持っています。それでは今回はブロックチェーンについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になりました。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はブロックチェーンについて一緒に勉強しました。過去問に挑戦してみましょう。情報処理安全確保支援士、平成30年秋午前に問3です。ブロックチェーンに関する記述のうち適切なものはどれでしょうか。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はえですね。ハッシュ関数が必須の技術であり、参加者がデータの改ざんを検出するために利用します。ブロックチェーンの各ブロックにはトランザクションのハッシュ値、そして前のブロックからできているハッシュ値、この2つのハッシュ値があります。2つのハッシュ値を使って計算をすることでブロックの整合性を保証しています。こう考えると、現在使っている技術も、これから普及するブロックチェーンのような技術も、ハッシュ関数に依存していることが分かりますよね。ハッシュ関数を作ってくれた先人に感謝したいところです。それではおまけトークまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。